ゴールに向かって飛ばしてきましたが、セカンドチャンスはシュートに持ってきた。入りましたね。サビキ先制、はい、ロングスローから得点が生まれました。リオンジ、サヌキとすればやはり得点が少ないですからね、はい、こういう形でセットプレー取れるのは大きいですよ。で、まあ、やはり前節ならばセットプレーでサヌキの方がやられてますからね、はいはい。まあ、武田のロングスローは一つ定評があるんですが、ボールを十分に伸ばしてこぼれ球をリオンジが決めました。思い切って、ね、振り抜きましたね、はい。まあ、ここでしっかり弾けないとこうなりますよね、セカンドボールが、はい。平のヘディング味方に当たって